せっかくビデオ撮りやりますので、これがね今三軸なんですよ。六軸切り替えできるのかな。六軸ちょっとね設定忘れて三軸のまんまですね。だから上げるとき注意しないとその時点でこけますね。立ちこけです、まあ、とりあえず大丈夫ですね。電池もこれちょっとあまりガオニンじゃなくて、ガオニンがやっぱりいいですね。これのね、結構ふらつくんだよね。ちょっとアイドラップ入れましょう。アイドラップ入れないと怖いですね。アイドラップの方が、回転がある分よく回りますね。よく言うことね、ちょっとやっぱり姿勢が分かんなくなって難しくなりますけどね。いやエルドも戻って切ってラダーも切ってエレベーターダウン気味ですね今ね。これをでもこれを覚えると意外といろんなことに使えますので、皆さんもぜひ覚えて、まあ覚えてか慣れるといいですね。慣れですねこれね。ほら。手前引いてこちら持ってくる。木の方に行ったらダウンで止めて、パワーなくなるとね制御がなくなるから、ね、引き起こしとかそういうのはやばいですね。さっきね450やったんですけどね、なんか変なモードになっちゃって、ハイスピードハイスピードカメラになっちゃって、動きはめちゃくちゃ速いんですよ。だから今日はちょっと450のビデオは、まあ次回に持ち越しということで、そろそろタイマーになるのかな。タイマーになるとこちら来ます。上をエレベーター押せば、押しているのにやるとその方向に、傾きますんでね、傾いた方向に流れてくると。よし、じゃあ電池なくなるんで下ろしましょう。アイドラップ解除、解
解除だけど6軸は解除できません。いやー、皆様ね、今日は風がないからね、非常に飛ばしやすかったんでね、以上になります。